こっちがですね、あの白玉これ作ったやつですね。晩飯チャンネルでレシピ動画も紹介するんで、あのよっちゃんと一緒にやってます。作った時のなんか苦労話があるみたいなんで、はいはい、うん、あの白あんと抹茶とあとイチゴ、レシピ動画で紹介するのはあの白玉粉の抹茶大福餅なんですけど、うん、どうでしたよっちゃん作ってみて。白玉粉の方が作りやすかった。あ、そう、うん、もち粉の方は水の量が少しだけやけど、はい、多くした方がうまくいく、うん、これもち粉で、はい、でレシピ動画で紹介してる白玉粉、こっちの方が水が多くちょっとだけよ。僕がこれよっちゃんにリクエストしたんですよ、うん、2年ぐらい前に固くならない大福餅っていうね動画を晩飯チャンネルで公開して、ああ、ね、はいはい、であれがね、なんとね晩飯チャンネルの動画の中で今1位なんですよ、アクセス数、うん、もう8万近く、うんうん、あのべったら漬けよりもたくさん見てもらってて、あれはね結局はもち米から作ったお餅で大福餅にしたんですよ。そう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 。で、はい、今回は白玉粉、粉です、粉から、はい、まあ、これを電子レンジで水とかと一緒にこう混ぜて3回ぐらい加熱して混ぜて生地を作って、あ、こっちはあのちなみにあのもち粉の方なんですけど、はい、でそれであの抹茶あんを包んでこんな形にしたんですよね。餅で作った時のやりやすさと、うん、こっちの粉で作った時のやりやすさみたいななんかありました。実は11年前に餅の粉をね使って大福餅作ったんですが、はいはいはい、その時に餅の粉っていうのはこの餅粉のことですか。餅粉とか白玉粉とか、白玉粉とかね、うん、はいはい、使って、その時のレシピでやると、はいはい、実は電子レンジがですね、うん、11年前の電子レンジと今使ってる電子レンジが全く違う、はい、あ、なるほどね、メーカーで、はい、メーカーも違うし、時代も違うし、ちょっと機能も違うんですよ、はいはいはい、レシピあるから簡単にできるかなと思ってよっちゃんにリクエストしたんですけど、うん、その電子レンジの違いとかがあって、うん、同じ素材やけどその質が違うというか、そう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 、素材は一緒なんですけど、はい、これね、まあ、買ったお店が違う、そうそう、買ったお店も違うし商品が違うかったよね、要するにね、そういうこと、機械が違うこと、それから材料も違う、まあ、こんだけなんか出来が違うんだなと、あ、まあ、和菓子屋さんも大変やなと思ったんですけど、うん、いろんな条件で、なるほど、できるもんだなと、あ、いうことでちょっとびっくりしたんです、うん、今回はだから、まあ、あくまでもよっちゃんの使ってる電子レンジ で、うんうん、でしかもよっちゃんの使ってる材料でのレシピということで、そうそうそう、あの、うん、レシピは晩飯チャンネルで見てほしいんですけど、そうそう、うん、まあ、ただ一定のこう道筋はつけたという意味では非常に良、まあ、かったかなと思ってますんで、はいはい、せっかくやからこの、ね、もち粉で作った大福、いちご大福も食べてみましょうか、はい、まあ、基本作り方は一緒でちょっと水の量が、はい、ちょっとだけ多いんですよ、ちょっとレシピより多かったかなっていう感じなんですよ、はいはい、いただきます、はい、うん、正直違い分からん、どっちでも一緒かな一緒です、うん、白玉粉ももち粉も、ええ、うん、そうなんです、食べれるかなって感じだけど、はいはいはい、あの新しい試みでね、うん、あのレシピ動画で作った餅を食べながら、まあ、よっちゃんにいろいろ話を聞くっていう、はい、コーナーやったんですけど、まあ、もし好評やったらまた、次週以降も続けますんでよろしくお願いします。あと、あの、はい、いちご抹茶大福餅のレシピはですね、あの晩飯チャンネルで公開してるんで、再生紙ちゃん説明欄のリンクからぜひレシピ動画飛んでください、というわけで、よっちゃんお疲れ様でした、はい、あと、あの最後にですね、 JOBBB 家族ラジオでも公開してますんで、630ですね、うんうん、これ2月の、13日か13日公開なんで、また日過ぎたら、あのそれも下にレシピ貼ってますんで、ラジオも聞いてください、うん、あの文雄くんもお疲れさんでした、あ、お疲れ、はい、というわけで、はい、晩飯チャンネルでございました。また皆さんチャンネル登録お願いします。じゃあ次回の動画でさよならでーす。さよならでーす。はーい。